こんにちは。迷ったら聞いてみて、和楽堂のほぼうです。今回の動画はですね、合土星ですね、合土星の方の8月の8日から9月の7日まで1ヶ月間ですね、九星の運勢的背景についてお話をしてみたいと思います。まずどこにいるかですね。この魔法陣の下段の左端、権宮という場所ですね。この場所に8月は入っています。で、この権宮という場所はもともとが変化が激しい、そういういろんな変化のきっかけが来やすい、そういうふうに言われている場所ですので、変化の種の中でいい変化をしっかりとするような、そういうきっかけをつかむ、油断しているとどん底に変わってしまうような悪い変化のきっかけも出てきますので、そういうものは極力つかまないように注意する、そういう思いで1ヶ月間しっかりと周りを見ていく、そういうことがとても大切な月になると思います。それでですね、この権宮に8月は月破という月の破殺が来てるんですね。破れる、そういう字が巡ってきてるんですけども、この言葉が意味するように、物事が破れやすい、破綻しやすい、成り立ちにくいという特徴があるんですね。普段だったらちょっとの力、1の力をかければ1の仕事ができるようなことでも、もっともっと2の力、3の力をかけても成り立ちにくい。一見うまくいったように見えても、それが途中で失敗しやすい、ひっくり返りやすい、そんな風な影響を与える、そういうエネルギーが巡ってきていますので、より一層注意することが必要なんですね。重要な変化の種が身の回りにいくつもいろいろ出てくる中で、きちんとした本当は変化を見極めて捕まえなければいけないところが、いつもよりもやりにくい、そういう破殺に見舞われている中でいろいろ悩み苦しむところもあるでしょう。しっかり見極めて、きちんとした変化の種を捕まえるということがとても大切になる月になると思います。で、合同性の方はですね、1年を通じた星の背景が、青い印を入れておきましょう。この権宮という場所ですね、非常に権威に守られていた、素晴らしい場所に入っていますので、年を通じては意外とこういい力に覆われているような状況なんですね。権威の場所ですから、自分よりも大きなものとか偉いものとかの関わりとかアドバイスを大切にする、で、目下のものにも心を配って大切にする、そういうことをすると非常に充実したいい場所になるというふうに言われています。だからそういう背景を背負っているので、月が多少ね、月破が来ていたり、変化の激しい種がいろいろ身の回りに来そうだということがあったとしても、そんなに大きな影響を与えるわけではありません。ただそういう月の流れが巡ってきているという意識を忘れないようにしていただいて、きちんとした日々の選択もあるわけですね。要所要所でいろいろ自分が選んで決めていかなければいけないこともあると思います。そういう時に物事が成り立ちにくい、壊れやすいエネルギーも寄ってきているんだなということを意識して、きちんと選択をしていただくようにすれば、まず間違いのない行動になると思います。で、この8月が終わると9月になるんですけども、9月がですね、今度は利休という場所ですね。9番目の星、九紫火星がいる場所に入るんですけども、この場所ですね。それが終わると今度は関宮という位置の場所に入ります。で、今それぞれこの表を見ているんですけども、9月も利休、九紫火星の場所に入って悪いエネルギーはついていません。10月は関宮といって、ちょっと物の始まりで動きにくい場所に入りますけども、やはり悪い場所はエネルギー、悪いエネルギーはついていません。その次もその次も悪いエネルギーはついていませんので、月の流れも8月の月破、月の破殺さえうまく考えて行動すれば、あとはその場所の意味に合うような影響を受けて月が動いていくと、そういうふうに考えていっていいと思います。で、年を通じては研究といういい影響の場所に入って、いいエネルギーに満ちているわけですから、8月を少し自重気味に注意深く行動して、しっかりとしたいい変化を捕まえ、その先はその場所場所の意味合いにのっとってきちんと対応していけば、今年はそんなに大きな心配はないような形で動いていくと思います。
年の動きはどうなんでしょうね。年の動きでは23年は研究、24年は打球、25年は権球で、それぞれが悪いエネルギーがついていませんので、やはり年を通じてもその場所のエネルギーをよく理解して行動すれば大きな間違いにはならないと思います。またその年の影響というのはね、その年に入ったらまた解説したいと思いますので、流れは悪くないということだけ頭の中に入れておいていただきたいと思います。今日の合同性の方へのお話はそんな感じですね。あとは六白金星、七赤金星、八白土星、九紫火星、残り4つありますので、次の節の変わり目までにはちゃんと間に合うようにちゃんと配信していくつもりでおりますので、その時までちょっとお待ちいただくようによろしくお願いしたいと思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。で、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いしたいと思います。どんどん進めていく時の大きな原動力にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。